水畑ネズミは、ネズミ目、キヌゲネズミか水畑ネズミ属の一種。一般に知られているネズミより丸い顔で、丸い鼻と短い耳を持ち、毛深いため、親耳は隠れている。野生種の寿命は平均5ヶ月であり、冬を2度越すことはほとんどないが、個体によっては、ホラー穴の中で5年間生息した記録があると言われる。ヨーロッパ圏では、ノーザンウォーターウォールとしても知られ、 イギリス、中央ヨーロッパ、ロシアの一部に生息する。水旗ネズミに対応する二名法による学名は2005年に、マッサーとカールトンにより、アービコラ・アンフィビウスを正式名称とするとされた。従来の書籍では、エー・トレストラスとされていた。マッサーとカールトンは、エー・アンフィビウスが正式名称であるとし、エー・アンフィビウスとエー・トレストラスは記述上においては、全く同じであるとした。 元々リンネが2種類の水タネズミを同じページに記載したことによるためであり、これは同じ種と判断されたとしている。ただし、2007年8月現在では、リタスにおいては更新前であるためか、A トレストラスが用いられている。北米において、ウォーターウォールと呼ばれている種は、アメリカ水タネズミであり、日本の在来種ハタネズミ同様ハタネズミ族に分類されるものである。 体長120から235ミ、mm、リメートルで長い尾を持つ。生体の体重は160から350グラム程度であり、初めて冬を越すものは140から170グラム程度まで成長している。主に水中で単独で生息し、分泌物により縄張りを主張し、縄張りを侵された場合は相手に攻撃を加える。イギリスでは穏やかな川、溝、池に生息する。 川土手から洞穴を作り、その中を掘り進みながら、球状の巣を作る。ヨーロッパ及びロシアでは森農地、庭園の中にも生息する。彼らは冬の間の雪の下でも生息する。通常は水の近くで主に草及び植物を食べる。さらに果物、球根、小枝、芽及び根も食べる。ヨーロッパでは十分な食料があるとき、 水旗ネズミの大繁殖が起こることがある。この大繁殖が生じると、あらゆる農地を破壊してしまうほど地下を掘り進む。繁殖期は3月から晩秋にかけて持続する。妊娠期は約21日間持続する。通常8匹までが誕生し、その体重は約6グラム程度である。生後3日目に目を開ける。離乳期頃には生体の半分の大きさに及ぶ。水旗ネズミは、 近年急速に個体数が減っており、絶滅の危機にさらされている。イギリスでは1960年代には800万いると見積もられていたが、1990年に230万、そして1998年には35万4000に減少したとされる。これは90から95%が失われていることを示している。2004年の調査ではさらに22万と急激に、 減少している。この現象は天敵であるアメリカ民区による捕食、生息地である吉原などの湿地帯の開発が原因であると言われている。現在、バーミンガムやロンドン近郊の大地において保護地区が設定されており、野生種の保護プロジェクトが進んでいる。その成果として、最近まで生息が認められていなかった自然保護区である林道古門に戻りつつある。 またアメリカ民区の天敵であるユーラシアカワウソが生息している地域でも個体数が増加している。ありがとうございます。